皆さんこんにちは、あかねです。私が手にしている物体はチワワのカプチーノです。おはよう。お、腹筋ついたね。腹筋ついたね今日もイナバウアしてます。今回はメガ割り購入品紹介していきたいと思います。ちょっと今日実はこの後ピラティスでさ、遅刻しないようにタイマーかけとこう。まずはこちら、ティルティルのコラーゲンコアグローマスク。ヘアスプレーみたいな見た目なのにマスクなの。どうなってるかっていうと、めっちゃ振ってね使うんだけど、いきますよ。ダダン。あー、失敗した。あ、大丈夫？見て、泡なの。泡のマスクでーす。これを顔全体に伸ばして広げていくんだけど、泡がすごく濃密でさ、すごくない？で、グローマスクってある通り、めちゃくちゃ潤う。泡だから一旦皮膚の上でちょっととどまった後に中に浸透していく感じがあるんだけど、とにかくツヤがめっちゃ出るから、たっぷり寝た日の次の日みたいな感じのパーンっていう張り？張りとツヤが出て、めちゃくちゃいい。しかもね、ワンプラスワンだったの。だから2個届きました。最近ちょっと寝不足気味だから、疲れてる日こそ使いたくなるなって思う。使う順番としては、最近ハマってるアゼライン酸入りの美容液を化粧水代わりに塗って、その後に美容液のようにこのマスクを塗って、この後になんかクリーム塗るような感じかな。はい、これを使うときはそんな順番で使ってます。オイリー肌の人はもしかしたら最初の美容液いらないかもって感じです。次がこちら、ニキビ1位というキャッチフレーズに惹かれて買ったマジックティーツリーオイル。これね、マジ優秀。ビビる。なんかね、私生理前とかになると顔よりも最近体になんかニキビみたいなのができるんだけど、体にできたニキビってさ、たまに痛いやつあるじゃん。で、なんか生活するたびに痛くてニキビパッチを貼ったりねするんだけど、なんか体だと結構取れちゃってたりするの、気づいたら。で、困ってたところ、あ、これニキビ1位って書いてあったなって思って塗ってみたのね。そしたら1日で収まった。まず1日で痛みが収まって、あと腫れも引いたのね。本当にニキビ1位だと思った。なんかさ、私が愛してやまないアゼライン酸、これとかにも入ってるアゼライン酸ってさ、シュサにいいから使い始めたんだけど、ニキビにもいいって言うじゃん。だからニキビとシュサって結構ケア似てるのかなって思ってさ、これがニキビ1位って書いてあったから、シュサにも効くのかもって思って、この間ちょっと悪化した時に顔全体に塗ってみたのね。まあ、ちょっと私の使い方も悪かったと思うんだけど、お風呂上がりの結構ほてった状態、湯船めっちゃ浸かるからさ、結構ほてった状態で赤みもすごいあったし、おでことかも結構ボコボコしちゃってたの、悪化して。今はね全然大丈夫なんだけど、ほんと波があって、私の肌、まあ、そういう調子が一番悪い時に使ってみたの、顔全体に。そしたらスースーしすぎて、あれはやってしまったかもしれないって思ったんだけど、でも一瞬だけだったの、スースーが。だからちょっと様子見てみようと思って、でそしたらスースーは収まったし、何事もなかったようになったんだけど、結論を言うと、シュサには特別効果はなかった。だけどニキビとか本当にプクってなってるやつには効いた。私の場合ね、多分人によると思うんだけど、そう、私はそんな感じでした。あと私さ、ワンちゃん大好きなんだけど犬アレルギーなのね首とかさ、舐められた時に赤くなっちゃったりするんだけど、で特にね、手はねプツってできちゃうの。ぬるま湯と石鹸で洗い流して放置してたら治るんだけど、その後一旦これを塗ってみたの。そしたらなんかいつもより治りが早いような気もしたから、なんか今後夏とか虫刺されにもいいんじゃないかなとちょっと期待してるんだけど、どうだろう、あんま関係ないのかな。そうで、これオイルって書いてあるんだけど、みんなが想像してるオイルではない。保湿とかはあんまりない感じだった。使い方は綿棒とかに数滴垂らしてニキビの部分に直接塗る感じかな。で乾かすみたいな風に使います。香りが結構森を100個凝縮させた香りです。人によると思うんだけど、私は森が大好きだから癒されるって思った。都会にはない香りがします。結構正直に全部言っちゃったんだけど、でもニキビにはめっちゃ良かったから、もし次顔にできたら動画に撮ってみようかなと思ってます。そうだ、さっき言い忘れたんだけど、このティルティル買ったら
おまけついてきた AC カーミングアウトスポットパッチキット。これは多分ニキビパッチかな。これがおまけって結構でかくない？あとこのプロテクションティッシュって書いてあるんだけど、エタノール 62% 入ってる除菌ティッシュ。これツボクサエキス入ってるんだ。熱い。さっき私がお蕎麦の汁を床にこぼしちゃったのでこれを使いました。めっちゃ綺麗になった。で次がこちら、サラナラのリッチサロンモロッカンアルガンオイルセラム。これはね、目代わりのためにずっと買うって言ってずっと忘れてて、やっと買いました。これねめっちゃいい。サラナラは本当に視聴者さんからこれめっちゃ良かったっていうコメントをねもらうことがすごく多くて、で結構期待してたんだけど期待通り良かった。なんかモロッカンアルガンオイルだから本当にとろーんとしたオイルで、香りはなんかほんのり香るくらいでそんなにきつくない。で髪の毛になじます。いつもねお風呂上がった後に濡れた髪にこれをつけるんだけど、乾いた後のパサパサ感が軽減した。結構私髪が細いからあんまりねベタベタすぎるやつだとなんかオイルに負けちゃうのね髪がなんだけど、これは変なベタつきがなくてめちゃくちゃ使いやすい。でもどんな髪質の人にも合うんじゃないかなと思います。こんな感じ結構まとまるよね。さっき何もつけてなかったんだけど、もうこれもっと早く買えばよかったなって思いました。教えてくれた方ありがとうございます。次はこちら、ブリンググローのミックスマッチコンシーラー。このコンシーラーが4色入っているものです。これはね今回絶対買おうって決めてたやつで、一番最初のクーポンで買ったんだけど、買ってみてさ、すごく正直なこと言ってもいい、4色さ使い分けが難しかった思ったより。多分メイクがねもともと上手な人にとってはめっちゃくちゃいいんだと思うんだけど、なんだろうね、自分の肌のトーンに合わない色もあったりして使い分けが難しかったなっていう正直な感想で、まだね数回しか使えてません。実はでコンシーラーはやっぱり最近買った中だとジベルニーの密着カバーコンシーラーが一番いいかも。コンシーラーなんだけど毛穴も隠れるし、この辺のほうれい線のなんつうの始まりほうれい線の始まりの部分に塗るとこのくぼみを消してくれるから、パーンって張りがあるように見えるの。実際はへこんだままなんだけど、ほうれい線まで隠れるっていうのがすごいから、やっぱりこれに勝るものは今のところ見つけられてない。クマだったり鼻の横の赤みとかそういうのをちゃんと使い分けが上手にできるようになったらめっちゃいいんだろうなと思ったので、もう少し研究してみます。でクーポンまだ余ってたんだけど、目代わりの時期めっちゃ忙しくて、なんとね買いそびれたのラーメンとかいろいろで、終わった後になんか会員クーポンみたいなのが余ってたことに気がついて、その会員クーポンを使って買ったものも紹介します。ピカソブラシのジェルアイライナーとブラシの300番。これは韓国のメイクさんがインスタのリールでメイク動画を上げてた時にめちゃくちゃ使いやすそうで、でこれ何のジェルライナーなんだろうってストーリーにつぶやいたら DM で教えてくれた方がいたので、それで教えていただいたジェルを9点で見つけ買いました。そしたらそのコメント欄にこれを買う人は300番のブラシを買った方がいいって書いてあったので、その通りに買いました教えてくれた方ありがとうございます。でこれこの間のインスタライブでメイクしながら紹介したんだけど、このねまつげの下のこのインラインに描くとすっすごい自然で超綺麗なアイラインが描けるの。私さまつげの本数もすごい少ないんだけど、これをインラインで描くとまつげの密度が濃いみたいな、目がはっきりするっていうか、目閉じた時は薄いラインしか見えないんだけど、パッて開いた時にしっかり目を強調してくれるっていうか、めっちゃ買ってよかったと思った。インラインさ別に大変、ピラティスの時間になっちゃった。待ってあと5分いける。そう普通にペンシルとかリキッドアイライナーをインラインに引けばいいじゃんと思うかもしれないんだけど、なんかね色の濃さが違うの。まつげの密度になりすましてくれるっていうか、アイライン引きましたって感じにならないし、あとぼやけないのね。結構はっきり色が出るから全然ちゃうなと思いました。近々メイク動画でもゆっくり紹介したいと思います。急いで。であとね届いてないんだけど、まだイニスフリーのレチノール
カセラムだっけ、あれがなんかたまたまセールしてて3000くらいになってたのでそれも買いました。また使ったらレビューします。最後9点じゃないんだけど、楽天スーパーセールでこれを買いました。コスデバハのアゼライン酸セラム。これ9点で買おうと思ってたのにさ、値代わりで売り切れててストックなくてやばいって思ってたら、楽天スーパーセールでなんか2個で安く売ってたので買いました。しかもポイントで買ったのでタダでした。私の動画で100億回ぐらい紹介してるんですけど、シュサとかニキビにいいって言われているアゼライン酸がなんと 10% も入ってて、さらにヒアルロン酸が 2000ppm、 ビタミン B3 と B5 が入ってるっていう美容液です。アゼライン酸のセラムって物によってはピリピリしたり、まあ、それはねなんか仕方がないんだけど、ピリピリしたりするものもあるんだけど、これはねその刺激がないし、ヒアルロン酸も入ってるから保湿もしてくれるっていう火の打ち所がない美容液なんだけど、めっちゃ安いの。そう、これはね私と似てる肌質の人でまだ使ったことがない方がいたら絶対に使ってみてほしいと思ってます。これは一生使う美容液にも選んだものなので、これからも買い続けます。ではそんな感じでちょっとピラティスに行ってきます。最後までご視聴ありがとうございました。 TikTok とインスタと Twitter もやってるのでよかったら見てみてください。またねー。